お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは、日本も油田大国に、ゴミが石油になる夢のマシーンをお送りします。さて、プラスチックが石油からできているということは皆さん知っているかと思います。では、逆にプラスチックを床、すなわち油に戻す方法があることを知っていますか？プラスチックを約400°C まで加熱して気体にした後に冷却装置を使って冷やせば油に戻すことができるそうです。言葉で表現すると難しそうに感じますが、実際のところは比較的簡単にできるとのこと。それならばプラスチックゴミを活用して油に戻せば石油を再活用することになるし、さらにゴミも減らせるので一石二鳥のように思いますが、現在プラスチックゴミはほとんどは焼却処分、もしくは燃やした後にエネルギーとして回収されています。それでも日本では以前プラスチックゴミを石油に戻す技術の開発が進められ、その技術は確立されていました。1990年代は原油価格の高騰や環境破壊が深刻になり、それに伴ってプラスチック容器包装の処理が問題となるようになってきました。そして1995年、国は容器包装リサイクル法を制定します。この法律ができたことで、PET プラスチック製容器包装とペットボトルがリサイクル対象となったのです。法律の施行によってリサイクル対象となったプラスチックゴミをリサイクルする方法は3つあります。1つは、マテリアルリサイクルといって、プラスチックゴミをプラスチックのまま原料にして、新しい製品を作る方法です。もう、1つは、サーマルリサイクルと呼ばれる焼却炉などで燃やした後に電気などのエネルギーとして回収する方法で、家庭から出る多くのプラスチックゴミはこの方法で処理されるようです。そしてケミカルリサイクルという化学的に分解して化学原料に再生する方法がありますが、油化はこのケミカルリサイクルに含まれます。実際にはエネルギーとして回収するサーマルリサイクルが全体の半数以上を占めています。しかし、このサーマルリサイクルではプラスチックゴミを油に戻すことはできません。プラスチックゴミの油化にはケミカルリサイクル、つまり化学的に分解して化学原料に再生する手法を取る必要があります。リサイクル法制定直後は多くの企業がケミカルリサイクルに取り組みましたが、採算性が乏しかったため、2011年までに多くの企業がこの方法をやめてしまいました。その中で、事業から撤退せずに床装置の開発を成功させたのが、神奈川県平塚市にあったブレスト社です。代表取締役の伊藤氏によると、1キロワットほどの電力があれば、約1キロのプラスチックを混合油1リットルに変換することが可能とのこと。この油は燃料にも使えるほか、再びプラスチック製品の製造に使うこともできるそうです。さらに、油化の装置を使う際、二酸化炭素の排出が全くないので、エコ面でも優れているとのこと。この装置の開発には、世界中から、賛辞の声が寄せられていました。海外の反応。おお、本当にすごい。あれがあれば地球を救えるじゃん。あの機械はいくらで販売されてるの？こういうのは絶対日本人だと思った。しかしクールだ。日本人はいつだって完璧なものを生み出してくるね。誰か、あの偉業に見合った名誉をあの人に与えてあげて。どうして、この技術に投資する企業とかがもっとないんだろう。私には理解できない。みんな見たか、
これが日本という国なんだ。これフェイクじゃないかと思ったのって俺だけ？もし、ゴミを石油に変えられるなら、何十年も前からやってるでしょ？ほとんどのプラスチックは石油から作られてるから。なぜ未だに実用化されてないかっていうと、外交問題になり得るし、お金だってかかるから。おい、ガソリンスタンド作る予定なんだから、余計なことせんでくれ。あの人が、あの機械を作り出せた理由？日本人だからさ。本当に興味を惹かれるテクノロジーだ。やっぱりな、日本人は魔法使いだったんだよ。確か、バックトゥザフューチャーで、ドクも同じようなアイデアを思いついてたよね。プラスチックは石油から作られる。だから、プラスチックは石油に戻せる。道理だな。どれくらいの電力が必要なんだろうね。ソーラーパネルで賄えられそうだけど、あの機械、俺も欲しい。すごいのはすごい。でも、あのプロセスが完了するまでに、どのくらいのエネルギーを使うのかも気になるところ。アメリカがあの技術を買ってくれるよ。そして、存在しなかったことにしてしまう。今までも多くの発明に対してそうしてきたように。日本からはこういうアイディアがどんどん出てくるな。世界規模で使われることは絶対にないと思う。石油業界とかにとって大きな脅威だから。それが俺たちの住んでる世界ってこと。悲しいね。貪欲な奴らばかりなんだ。とりあえず、今後のノーベル賞の行き先が一つ確定したね。日本。この一言で全てが説明できる。結局作るのにかなりのお金がかかるから、今のところは大量生産ができないってことなんだろうな。プロセス自体はかなりシンプル。なんで、こういうのが作られるまで時間がかかったの？数年前から作られてはいたようだ。だけど、現状はプラスチックを石油に変えるたびに、エネルギー的にはマイナスになっちゃうんだ。いくらあのシステムを考案したのが日本人であっても、機械自体が中国製だったらどうしようもない。どれだけエネルギーを使うかは言及してないから、今はまだ得られる量以上のエネルギーを使うんだろうな。再生可能エネルギーに頼れば問題解決じゃない？神よ、どうかこの日本人を守りたまえ。大きな力がきっと彼に危害を加えるだろうから。今現在実用的なのかどうかは置いといて、とりあえず将来に対する希望が見えたのは確かだよね。この技術は俺たちの地球の未来を変えるぞ。残念ながらブレスト社は約6億円の負債を抱え、2017年に破産手続き開始決定を受ける事態となってしまっていました。同社が開発したプラスチック油化装置は NEDO 国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構から助成金対象に採択されていたのですが、開発負担が大きい上に不況から政府の産廃政策も大幅に後退したため、売上不振、経営不振となったようです。画期的な技術であり、海外でも普及活動に尽力、特にゴミ問題が深刻だったミクロネシアのパラオなどに設置もされており、その様子は大きく報道されていました。破産を免れなかったことは本当に残念ですが、日本国内には他にも床装置メーカーがいくつか頑張ってくれています。福岡県では2018年度より
リサイクル法の分別収集対象から外れたものを油に加工する事業に取り組んでいます。2020年7月からはレジ袋有料化も始まっていますが、プラスチックゴミは海洋汚染の原因になるとして問題視されているので、プラスチックゴミが油として再利用できるようになる仕組みは今後ますます必要になると思われます。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、コメントにもあるように、地球の未来を救う技術を育んでいくことが大切ですね。そのために一人一人ができることを考え、実践していく必要性を感じました。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。